していってね。この動画は、読んだ漫画の感想、レビューをする動画となります。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それではレビューを始めます。出来損ないと呼ばれた元秀夫は、実家から追放されたので好き勝手に生きることにした。内容は前世で英雄として世界を救ったが、その後世界を救った人間に対する扱いが雑だったのでロスした男が主人公。こいつがなんやかんやあって転生して、実力主義の貴族の家にリスポーンしたがロスしていたので、自堕落な生活を送っていたらめでたく放逐。そこから婚約者と女騎士がバトってるイベントが発生したので、前世で伝えたチート能力を駆使して助けて疑似ハーレム化して、女勇者を力比べで倒して疑似ハーレム化してと疑似ハーレムを拡張しつつ水戸黄門を始める漫画。この漫画は主に主人公の周りに問題や課題を抱えている人々を配置して最終的にはワンパンマンたる主人公がいい感じの場面で出てきてワンパンで問題を沈めるとかそんな感じのシナリオの作りをしている。それとこの漫画は全体的に暗いシナリオなのぜ。そこが他のナロー系と比較して差別化できているけど、例えば面白いナロー系作品ってこじらせたヴィランとかがこじらせるに至る過程だったりこじらせる要素を書くわけで、主人公がそのヴィランが抱えている問題を解決することでヴィランが主人公に感謝するってシーンとかを入れることで読者はヴィランと一緒にカタルシスが解放されるわけ。これがお上手なナロー系作品のシナリオの特徴なんだけど、この漫画はここからネタバレ？こじらせヴィランはガンガンこじらせたままガメをベラするシナリオなので、まあそういうのがいいんだよ。世の中ってのは理不尽だろ？っていうのが好きな層もいるからそういうシナリオでもいいと思うけど、そこが暗いシナリオかな？って思う部分。あとは、この漫画に四肢切断されたり、ボマーになったりするモブの不遇っ子が出てくるんだけど、そいつがボマー化した時どうやってそいつはその状態から現状回復したの？って部分の説明がなくて、ギャグ漫画みたいな感じで、ボロボロになっても次のコマだと無傷でピンピンしているみたいな描写が、さすがナロー系って感じでよかったです。重箱の隅を用事をほじくる発言をすると、主人公が放逐されるに至った原因だったり、あるキャラクターたちがこじらせてしまう現況みたいなイベントがあるのだが、主人公は何でもできるチート回復魔法使いでもあるわけ。ふむふむ。だったら、そのこじらせたちがこじらせる原因になったやつを、チート回復魔法で回復させればええやんって思う。だって主人公、幼少期からチートだったんだろ？おまんじゅう、君のような勘のいいおまんじゅうは嫌いだよなのぜ。レンゲとなると、トリマ民宿宿り的な、と同じ感じのよくできたギャル好きフェチが作ったギャルをたしなむラブコメ漫画。主人公のサオ役の男はブラック企業に勤めていたために人生をロスった男。このロスった男がたまたま入った中華街で、いいかい学生さん、町中華をな、町中華をいつでも食えるくらいになりなよ。なのぜ、それが、人間偉すぎもしない貧乏すぎもしない、ちょうどいいとこなんだ。なのぜ、押されてそのお店の常連になる。しばらくした後にその町中華に行ったら店主がメインヒロインのギャルに変わっていて、ギャル好きが好きそうな天然エロスとギャル言語をたしなむという感じの漫画。作画は沼飯っぽい感じ？でメインヒーローも沼飯っぽいキャラでさ、おまんじゅうの法則で、変顔がお上手な悪役霊嬢ものは面白いってのと、あとは、ギャルフェチ漫画に外れ花井に当てはまる作品、統計取っていないからヨタ話だけど、ラブコメジャンルにおいて、ギャルフェチ漫画ってのは、チョコミントアイスと同じくらいの頻度で出てくるジャンルなのぜ。で、チョコミントって不特定多数からしたら誰が買うんだよ？って商品なんだけど、大体出てくるじゃないですか？あれって、チョコミント好きって先鋭化したカルト？みたいなもので、いわゆるバイアズーラ、化した熱狂的ファンみたいなものだから、情熱がすごいというか、そんな感じで、ギャル好きって、多分ただただギャルが好きっていう先鋭化された歴戦の猛者たちだから、フェチってのがしっかり作品からにじみ出てくるんじゃないかな？って思うのぜ。この漫画は料理が中心というよりもギャルをめでる部分を中心に書かれているので、ギャルをめでたい、今すぐギャル成分が欲しいでゲスというギャル中毒者にはとても良い処方箋になる作品だと思われる。トリマ民宿宿り的な豊島ギャルをたしなむ漫画。内容は学生寮かなんかがボムファイアしてしまったために家がなくなってしまった男子高校生が主人公のサオ役。こいつのマブが、まずうちさ、うちの家族が経営してる宿があるからトリマ、そこ行けば？お前ギャル好きだろ？ギャルいるぞ、なのぜ。あ、いいっすねー、というホイホイに引っかかっていったら、ギャルがいないやん。ギャル宿だって言ったから来たの、どうしてくれんの？これ、わかる？この罪の重さ？なのぜ、みたいな感じに主人公がなる漫画。だが、
通に読者からしたらその宿の女将が元黒ギャルで、この元黒ギャルのだらしない体とラッキースケベイをたしなむ漫画。プチプチギャル、死後、が御所望なら、蓮華となると、熟したギャルが御所望ならこの漫画と、気分や性癖によって作品を選べばいいと思うのぜ。二つのギャル漫画を読んでて思ったんだけど、ギャル好きってもしかしてバブミ？を感じたいのかな？そういう性癖を持っている人族がギャルが好み？なのかなとか、ギャルってバカっぽくて、男に口出ししなさそうな部分がギャル好きのノンケに受けるのかもしれないって推測なのぜ。悪役霊獣もので、頭の良い女を男性は毛嫌いするので、貴族の女子に学は不要、みたいなシーンがよく出てくるんだけど、ギャルって見た目バカそうだから、一方的にバブミを与えてくれる口答えしない感じをギャル？に求めているのかな？って分析。それと、多分ですが、男は頭の良い女を嫌うのではなく、何でもかんでも口出しする女を嫌う？じゃないのかな？って思いました。丸、おまんじゅう的に思うことなのだけど、性別問わず、口出ししたいってのはそっちに行きたい、っていう音楽性の話だと思うのぜ。で、例えばそのプロジェクトのリーダーがいるみたいな感じだとしたら、リーダー以外の人間がするべき振る舞いは、主に、情報を与えること、助言をすること、課題を浮き彫りにすること、であって口出しすることではないのぜ。性別問わずに、口出しをする。って行為は多分、自分のやりたいことを尊重してほしいってことだと思うんだけど、例えば右に行くか左に行くかって時に、最終意思決定者が右に行くってなった時に左に行きましょう。っていうのが、性別問わずに、口出しをする。っていう本質だと思うんだけど、だから、口出しをする、奴は嫌われる。のだと予測するんだけど、もしも、左に行きたい。ってなったならプロジェクトから抜けるか、プロジェクト以外で個人で左に行けばいいと思うわけ。最終意思決定者でないなら、口出しはしないのぜ。なぜならあなたは最終意思決定者じゃないからなのぜ。まあ、そんな感じなので、よくフィクションに出てくる男は賢い女が嫌い、とか、バリキャリの女性が自分が頭いいから彼クッピに振られたんだ、とかのシーンが出てくるんだけど、それは見当違いで。口出しをするから嫌われるのぜ。例えばナロー系でもフクサー的な女王が出てくるんだけど、そのフクサー的な女王ってそのシナリオライターが知ってか知らずかわからないけど、ちゃんと助言しかしないんだよね。それか助言しているふりをしつつ自分がしたい選択以外をガンガン潰していくのぜ。これはその女王が女性としての立場をわきまえているからじゃないのぜ。組織の部下として組織の意思決定者以外のプロジェクトチームが何をするべきかわかっているからなのぜ。で、そういう口出しじゃなくて助言のできる人材は性別問わずに重用されるし、別に女だからといって嫌われるとかそういうのはないのぜ。ノンケカップルの場合、どうしても右か左かの意思決定で対立したなら、それはもう音楽性が合わないからさっさと解散して新しいバンドをお互いに探した方が無難だと思うのぜ。自分が口出しされると嫌なように、相手も口出しされると嫌なのぜ。深淵を覗くとき深淵もまたこちらを覗いているのだ。左遷されたギルド職員が辺境で地道に活躍する話なお、原因のコネ野郎は大変な目に遭う模様。後半のなお、原因のコネ野郎は大変な目に遭う模様の部分は必要ないかな？という感じの薄味の軽キスな作品。シナリオはギルド職員として働いていた男が、田舎のギルドに左遷されるというところから始まり、ちょっと待つのぜ。ザマー大将のカマセイヌが出ていないのぜ。そうなんだよね。この漫画が薄味のカルピスという部分は、コミカライズの癖なのか、原作がそうなのかわからないが、この、手のザマーウ、系のテンプレの場合は、はじめにクズが、お前左遷なうっていうシーンがあって、そのシーンの間に、どれだけザマー大将がクズなのか、というシーンを入れることで、読者のカタルシスを貯めるのがテンプレなのだが、この漫画の場合そのシーンが一切ない、関数が進むとようやく多分こいつって思われるやつが出てくるが、見せ方が下手なのか原作が下手なのかわからないが、読んでて多分こいつだよなと疑問に感じる程度には、こいつが主人公に対して何をしたのかよくわからない。一応主人公は有能でした。そのザマー大将が現れてから全体の仕事がうまくいかなくなりましたっていう描写が出てくるんだけど、例えばどこかでこいつが権力者のとっちゃまとか出して、俺をギルドの部長にしてくれよとか、そういうシーンを入れないから、どういう経緯でこいつがギルドに入ったのか全くわからないし、そもそもそういった感じのふわっといつの間にかいるモブみたいな感じの入りをするから、読者はカタルシスをためられないし、例えばテンプレみたいにお前クビやっていう対比とかがあれば良いが、主人公は上司みたいなやつから、今度田舎のギルドに行ってくれよ
って言われて出ていく感じなので、読み手に全然優しくない作りをしている。ただ、得意な部分はこのテンプレを踏襲しないって部分が、他の作品にはない得意な部分で漫画の多様性を生み出しているのぜ。で、この漫画を読むとそっちの道は悪手だなってのがよくわかるお手本になるし、そもそもそっちに道があるかどうか？というのは誰かが実験してみないことにはわからないのぜ。